さあ場内アナウンス大歓声が起こりました。戻ってきました銀盤の女王、ドイツの名家カタリナ・ビット。オリンピック2連覇、ヨーロッパ選手権なんと6連覇。去年1月突然のオリンピック復帰宣言をしました。本当に戻ってきましたこのカタリナ・ビット。テクニカルプログラムは第6位です。おそらくこの部分がカタリナ・ビットの一番このオリンピックで見せたい部分かもしれません。流れている曲、花はどこへ行った、バイズも歌いました。ちょっと手をついた。ドイツ6年ぶりオリンピックに戻ったカタリーナ・ビット。
サラエボで行われているあの戦争行為に抗議してのこの選曲といいます。 Where have all the flowers gone? 花はどこへ行った。ここがビットの見せ場だと思います。私にとって順位は重要ではない。これは自分の人生への挑戦です。オリンピックから世界へ平和のメッセージを送りたいと思います。もうこのビットの場合、これが今日の最後の演技者ですが、順位には本当に関係ないと思います。プロの技を見せました。さあ得点が出て、テクニカルメリットはこれです。場内はブーイングの嵐。ウクライナは 4.8、 バイウルの国ウクライナは 4.8 を出しました。トリプルジャンプの種類は2つか3つしかありません、このカタリナ・ビット。しかし芸術的印象、アーティスティックインプレッションが出ました。こちらは比較的高い点が並びました。最高イギリスの 5.8。この時点でカタリーナ・ビット第7位。全選手を終わりまして、優勝はウクライナ、オクサナ・バイウル、そして2位アメリカ・ケリガン、第3位中国のチンド、日本の佐藤第5位、カタリーナ・ビット第7位です。